今日のテープ始めます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴールデンウィークでもがっつり稽古期間が空きますので、やってない人、役付きで、自分のシーンというか自分のセリフを全くやってないっていう人をゼロにした状態でゴールデンウィークに出したいなと思ってますので、ちょっと出たいなと思います。じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。立ち回りちょっとこれで終わりにしよう。はい、船主とわらべの最初の登場。皆さん、いい匂いがしたね。今すごくいい匂いがした。あー、ついに見つけたよ。お母様の生み出したわらべのスターバッチ。しかも一気に2つ。呪いの女王玉田さんの前。すいません、いや、わらべちゃんとわらべちゃんじゃない。誰初めてあられちゃんがあの看護師に行くことだから緊張してる人に聞いますね。新しいことに、私は30代なんですけど、新しいことに挑戦するっていうところをゼロから一回もしたことない人の刺激だったりとか、こう今の年でも挑戦できるよっていうところの等身大になりたくて、で何か理由があって参加ができないとか、何かが理由があってっていう理由付けをしちゃってる人が、なんか私をこの演劇を 見たりとか、なんかやってることを知ってくれることで、なんか自分も挑戦しようっていうことのきっかけ作りをしたいと思って参加しました。嗅覚に集中してるときには、やっぱ視覚の能力が落ちると思うんですよ。嗅覚でそのいい匂いがしたってやってるはずなのに、めっちゃ視覚動いてるから、そのなんか、表現がいろいろ散っちゃってて、分からなくなっちゃうんで、こうなんか、いい匂いがしたねーって、なんかこの鼻で、はーい、いい匂いがしたーって、それが絶対向こうからっていう、一体をこう、割と見る感じです。今いい匂いがしたね。ああ、ついに見つけたよ。お母様の生み出した呪いだ。はい、一人でやんないで。バラメもなんかこのフラムシの周りをピコ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 。姉様姉様、今いい匂いがしたね。すごくいい匂いがした。ああ、ついに見つけたよ。お母様の生み出した呪いの魂が、しかも一気に二つ。呪いの女王玉田さんの呪い配信だろうな。ゾクゾクするね。ゾクゾクするよ。ここで二つ手に入れたら残りは二つ。お母様の呪いの全てを手に入れて、私は永遠に。あ、違う違う、まず伝えます。あマリノ。はい。ちょ、わらべやって。ミニオンね。はい。ごめんなさい、ごめんなさい。いただきまーす。よーい。はい。なんだけど、前作と同じフラムシがやってほしいな。20年大人になってしかも力も手に入れたフラムシ。ただそれをやっちゃうとさっき一人でやってるからですよ。音のこの絡みを、あ、違う違う、その絡むっていうのが、そのなんかこう、ちょっと待って、ちょっと見て、めっちゃ動いてる、めっちゃ動いてる。あ、OK、じゃあ行こうよ。はい。すっごくいい匂いでしたよ。ああ、ついに見つけた。お母さんが生み出した呪いを、それも一気に。
だ。じゃあそのだこういう使い方がいいんだよ。で2つって言って美味しいんだろうなって言って2つ、はい、続々する続々する。ああお母様のその呪い美味しいな。続々するね。続々する私はって言ったらこうこうじくるくるくる回って、私は無敵人だ。上品ぶってる、はい、クソ下品です。ナラレちゃんはもうめっちゃもうもうもうお越しの皆様、はじめまして、日差しプロジェクト島原秀樹です。福岡発足の演劇ユニットの僕たちが6月29、30日にあの南総里見発見伝をキャナルシティ特別公演として上演いたします。開始5分で泣けると話題の僕たちの演劇、絶賛稽古中の風景をチラ見せ、いきまーす。ゴー、ゴー、ゴー、ウィー、ワッツ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 、わっと立ち向かうんだぞ、ってはカバンのためにおめろと、本当にチラ見せなんですが、なんと今回稽古開始から本番までをドキュメンタリーとして YouTube にて余すところなく公開しております。中身の熱量を知った上でワクワクしながら劇場に来る唯一の演劇体験、なんと一人親世帯の無料招待枠も実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。それでは皆さん、6月29日30日に劇場でお会いしましょう。大塚翔作の子犬塚万作、俺がその子の親だ。Thank you.